主食玄米。でもバカにしたわけではないんですよ。その後並んだものすべてをなぜか匂いを嗅いでチェックしたトマルさんは、うわっ、いろいろと混ぜてオリジナルヘアケア製品を開発。クリームどうしたんだ。めっちゃいい匂いだ。いい匂い。すごいいい感じ今回。このままではトマルさんの髪が大変なことになっちゃいそうなので。慌てて先生が正解発表です。実は正解は一度は手にした玄米といっても、使うのは玄米を水で溶いた時に出る研ぎ汁です。白くなった研ぎ汁を容器に移し、研ぎ汁に浸した櫛で髪の毛を濃く